今日はカップヌードルそうめんを食べます。そうめんです、そうめんです、そうめんです、そうめんですよ皆さん。はい、今日はカップヌードル、暑い夏にはそうめんに限りますね。そして作り方は簡単、まずはここにお湯を入れます。はい、お湯はここに麺と具がギリギリに浸かるぐらいの量を入れてください。このぐらいですね。はいはい、ここで一つ皆さんにお願いがあります。30秒待ってください。30秒経ちましたらこれを一度かき混ぜてください。はい、30秒経ちましたのでかき混ぜます。あちちちち、そしてさらに1分30秒、じゃあね、2分30秒。はい、これでさらに1分30秒待ちますよ。はい、どうですか、作り方は簡単でしょう。あ、これで、全部で3分経ちました。3分経ったらここで氷を入れます。入れました。わあ、氷を入れます。冷やそうめんですよ、冷やそうめん。暑い夏にはそうめんですからね。簡単でしょう。氷を入れるだけ。そしてお値段はなんと172円。ああ、まだ熱いぞ、底が。容器の底が熱い。氷を一番下まで突っ込んで、混ぜて、混ぜて、混ぜて。お。冷えてますな。夏はそうめんの季節ですな。あ、そうめんはいいよな。そうめんはいいよな。うん。あ、冷たい冷たい。うん。ああ、そうめんはいいよな。ああ、うん、うん。鶏肉みたいなのが入ってます。あ、これはなんだ。俺がさっき入れた氷だ、これ。暑い夏は冷たいそうめんを食べて乗り切りましょう。乗り切りましょう。